演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、以前紹介したカルロース米と S&P 食品のスパイスパエリアを使ってパエリアを作ってみました。パエリアってまあなんかゲーム実況動画なので熱盛で食べたことなかったなって言ってたんですけど、今回ついに食べる機会に恵まれました。これは嬉しいですね。うわー、黄色いぞ。カレーライスとかとまた違った黄色がいいね。で、まあさすがにムール貝っていうのはハードルが高いので、ちょっとシーフードミックスを使っております。あとなんかよく見るやつだとパプリカとか入れてるんですけど、それもちょっとなので、ちょっと緑系のほうれん草とキャベツを入れています。さて、野菜もたっぷりだし、たっぷりっていうほどなのかどうかわかりませんが、野菜も入ってるし、では早速いただきましょう。いただきます。サフランで鮮やかな黄色に色付けされているお米ですが、そこまで強烈に何か香辛料とかそういうのが来るってわけではないですよね。あくまで見た目とほんのり香りをつけるくらいかなっていう感じです。で、食べ進めていくと、魚介のうまみが、お肉、野菜のうまみが米にうまく溶け込んでいて、それが普段とは違う色と合わせて食欲を誘ってくれて、とっても美味しかったです。パエリア、お店のかなともっと違うのかなとも思いますが、デビューとしては上々だったと思います。また食べてみたいですね。というわけで、このパエリアはこちらの点数とさせていただきます。カゲロウにダンス踊るけり沈むまで。カゲロウが来るまでダンス踊り続ける動画、地獄だってなるだろうな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。